競技日本代表メダリスト記者会見にご出席いただき誠にありがとうございます記者会見後の囲み取材行いませんのでご質問は会見中にお願いいたしますはじめに登壇者ご紹介いたします自転車競技杉浦恵子選手ですはい それでは杉浦選手よりメダルを獲得されて改めてのご感想をいただきます杉浦選手お願いいたしますコロナ禍で大変なご時世の中パラリンピック開催にあたりご尽力いただいた方々にまずはお礼申し上げます本当にありがとうございましたそしてここに至るまでの道のりは 長くくててて険しくてととも一人では乗り越えられなかったと思いますここまで導いてくださった方々応援してくださった方々にその皆さんのおかげでメダルを獲得することができましたとても重いメダルでしたみんなに感謝を伝えたいなって思ってます はいありがとうございましたそれでは、えー、これより質疑応答に移りますご質問の際挙手いただきましてご所属お名前を明らかにされた上でご質問をお願いいたします、えー、スタッフがマイクを持って伺いますので、えー、ご着席のままお待ちくださいまた競技及び選手本人に関する内容以外の質問はご遠慮ください、えー、オンラインでご参加の方は Zoom、えー、の QA 欄からご質問を送信いただけます その際も同様にご所属お名前記入いただきお寄せくださいそれではまずはじめに代表質問からお願いいたします二つの金メダルおめでとうございます TBS の平野と申します昨日はお世話になりましたありがとうございますありがとうございますお願いします昨日二つ目の金メダルを取られてからほっとしたなんて言葉ありますけれどもこの二つの金メダルというのは 日本のパラサイクリング界においても、非常に影響力が高いと思っております。金メダルの価値っていうものに関して、どのように受け止めていらっしゃいますか。あ、すみません、最後、金メダルの価値の後。ごめんなさい価値をどのように考えていらっしゃいますか。そうですね、価値。正直。今は全く。 うんなんかこの重みしか感じられないというか、そうですね、ここからじわじわと、その価値が分かるのではないかと思っております。はい、また昨日は、数多くの祝福のメッセージや言葉をいらっしゃってもらったと思いますが。 その中で特に心に響いたもの、でしょうかうんそうですね、やはり苦しい時に、一番支えてくれたコーチの、よくやった。 っていう言葉ですありがとうございますはいありがとうございますえ続いてご来場の皆様よりえご質問を受けできればと思いますえご質問ある方は挙手にてお願いいたしますはいじゃあ前の方はい あ、えー、サイクルスポーツの佐藤と申します。おめでとうございます。えっ、ー、と二つ、えー、お伺いします。まずえっ、ー、とここまでえっ、ー、といろ多分いろんなことを頑張ってこられたあのスポーツだけではなくて生活のいろいろだとかいろいろなことをすごく頑張ってこられたと思うんですけれども、一番ここは頑張ったっていうところをまず教えてください。という一つ目です。順番にお聞きした方がいいですか。あ、そうですね。一つ一つはい。はい 一番頑張ったことそうです、ね、自分が頑張ったかどうかっていうのってあまりわからないのでコーチに言われたことを一つ一つこなせたことです。 はい、ありがとうございます。えっと、コーチは、えっ、ー、と、あの、協会の方のコーチです。それとも、プライベートで、えっ、ー、と、ついてますあ。そうですね、プライベートで、あの、指導して。あ、今コーチが、えっ、ー、と、パーソナルで。トラックを教えてくださるコーチと、と、労働を見てくださるコーチと。あと、その二人のコーチが、あの、日常。一緒にいるわけではないので。あの、日常の。 あのプライベートを見てくださるコーチと3人ついてましてでそのコーチたちのにあの「頑張った」って言われたらそれが一番頑張ったことだなと思います。ありがとうございます、えっと、それから2つ目は、えっと、レースの,あの展開なんですけれども、えっと、1周目多分9人ぐらいで来てで2周目のところで3人になってで最後の周回の上りでアタックをかけたっていうふうにあの。 中継などを聞いていててちょっと画面見れなかったんですけどで、えー、とアタックかけたのがどの辺で最初からそこで行こうとかあの計画というか作戦はあったんでしょうか、はい、えっ、ー、とそうですねあの一応作戦では1周目は若干上げて人数を減らし2周目はあそうですね えと他の選手たちの,あの力がどのぐらいか分からないので様子を見ながら1周目で少しでも人数減らせたらラッキーだねみたいな感じだったんですねで2周目はその人たちを少しでも振り落とせるように坂だけ頑張ろうで3周目の坂が、えー、と後半の坂が3つあるんですけど2つ目の坂ぐらいから行こうかなと思っていたんですが1つ目の 坂の下り坂で他の三人がみんな足を止めたのを見たんですよそれであここだって思ってちょっと早かったんですけどそこからかけましたありがとうございますはいありがとうございましたそれでは続いての質問いかがでしょうかはいでは左側の女性の方 あの朝日小学生新聞の前田と申します。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、あの二つ質問させていただきたいんですけれども、まずあの、えっと、金メダルを取られてあのこの競技を始めたいとかっていう人があの増えていることがあの嬉しいというようなことも発言されてらっしゃるんですけれども、あのまああの子どもたちとかもなんか若い世代もあのあの先だ先週のあの 競技を見て、なんかこの競技面白そうだなとか、あのどんな競技なんだろうと改めて思ったと思うので、あのまずその若い世代というか、この競技のあのこうお面白さというか楽しさを改めて教えていただければと思います。そうですね。えっ、ー、と特にパラの競技はロードは序盤にあの初日に タイムトライアルっていう一人一人が走るレースがありましてでそこであの本当にまあ力のある選手とかそういう人が勝つんですけれどもそれを見た上で戦略を考えてロードレーススタート地点に立つんですね。 そこで他の選手の弱いところで自分の強みをどう生かせるかとかまたはあのもしチームメイトがいればチームメートとあの計画してどちらかがあのちょっとおとりだったりとか何か先に足を使ってかけてとかそういうことをやって自分の味方を勝たせるとかそういう展開によっていろいろ勝利する。 可能性が高まるのでそういうところも見ていただけるとあの面白いでしょうしある意味どういう人でもあの勝てる可能性ってあるスポーツなのであの本当にいろんな方にチャレンジしていただきたいなとそしてそのチームの人数が多いほどあの。 少しかすいません、マイクは、競技者が多いほど、勝てるチャンスが増えるので、日本の競技者があの増えることで、日本が勝つ可能性も高まるんじゃないかなって思います。ぜひチャレンジしてください あともう一つあのすごくあの私もあの感動というか感動したんですけれどもご自身の,あのまあ振り返って今回の強みとあのなかなかやっぱりあのメダルを取るって大変だと思うんですけれども今回の,あのパラリンピックで特にご自身がよかったと思うこととご自身のもうここだけはほかの人に負けないという強みを改めて教えてください。 そうですねまず今回はあのロードレースに関してはまず国内であったことですねで何かあのやっぱり何度も走ることによって道の特性ですとかあの国内ですので例えば暑い日の練習寒い日の練習雨が降った時の練習も全部できたっていうのはあの 行動部分だけけですけれども全部はなかなかあの競技場内は入れなくてできなかったんですがそれだけでも何度も練習できたっていうのはあのすごい良かったなと思いますあのそして自分の強みでもあるけれど弱みでもあるあの体が小さいっていうことですねそうするとパワーが出にくいんですが逆に坂だとあの軽い分あの他の人よりも パワーがなくても負荷がかからない分早く登れるっていうのは強みでもあったのでこのコースが後半上り坂が多かったっていうのが勝因だったかなと思います国内で何度も練習ができたこととあのコースのレイアウトが自分にはすごく向いていたっていうそれが勝てたコースでしたありがとうございました。 はい、ありがとうございました。続いてのご質問いかがでしょうか。はい、ではこちらの前の記者の方。はい、えー、フリーランスの佐々木と申します。二、え、冠、ー、とてもおめでとうございます。ありがとうございます。えー、ちょっと一点年齢のことをちょっとお聞きするな失礼なことなんですが、スポーツの大会において50歳の方が世界一になるというのはめったにないことだと思います。 えー、世界一になるために競技をするわけではないんですが、えー、この世代、えー、もしくは、えー、そうですねもっと、えー、高齢の方にもとてもこう勇気を与えるような、えー、結果だったと思います。改めてですねご自身がこの年齢で、えー、世界一になったということをちょっと感想をお聞きしたい。でもう一点ありますので、えー、聞いたと お聞きします、はい、確かにあの若い人を育てるいろんなあの手法ですとかエビデンスですとかそういったものはたくさん世に出回っていると思うんですがこの世代の,あの練習メソッドみたいなものはあまり事例がなくて手探りで。 あのコーチたちがいろいろ私の体調を見ながら考えてくださったこと、それが一番大きかったと思います。何かあのメッセージありますか？あの、えー、50歳というか同世代の方々へのメッセージありますか？はい、そうですね。あのもう。 うんそうですね50歳というかあの年齢があの高い方でも例えばそれ以外若くても運動が苦手な方とかもいらっしゃると思うんですけどそういう方でもあの教え方によってすごく伸びる可能性ってあるっていうことを示せたかなと思ってましてなので。 運動が苦手な人こそこういうふうに練習すると速くなるとかこういう練習方法って楽しくなるっていうのを広められたらいいかなと思っておりますあの今ちょっともうだんだん体力も衰えてきたしとか僕運動苦手だしって思ってるような人がいたらぜひ希望を持っていただきたいなと思いますはいありがとうございましたもう一つ質問いたします えー、コロナ禍で1年延期されました、えー、調整が難しかったと思います大会を終えた今自分へのご褒美があれば教えていただけますかで先ほどコーチについてもあの感謝してるってことを言いましたがもしコーチに自分からご褒美があるんであればどんなことを伝えるのかまず自分へのご褒美と、まあ、コーチ、まあ、恩返しというか、まあ、あれば教えてください。うーん 自分へのご褒美は、今ちょっと何も、なんかこういう結果になると思ってなかったので、ご褒美って何も考えてなくて、うん、でも一番のご褒美はもういただきました。なんかもう本当にコーチが、こんなに喜んでくれたコーチの顔は見たことがなかったので。 それが私にとってのご褒美でした。そしてうーんコーチにはやっぱりこのメダルをかけてあげられたことがご褒美だったかなと思ってます。すみません。じゃあちょっとなんか食べたいものとか今ありますか？食べ, <laughs> 食べたいもの。あ、食べたいもの。あーっと、そうですね。 うーん何だろう体に悪いいものを食べたいです <laughs> いやあんまりそ,ういうそれ言っちゃうとその食べ物をちょっと批判することになるので具体的には言えませんがのそう今までそのなんか体に悪いからとか言われてたものをあえて食べに行こうと思います。 はいありがとうございました続いてご質問いかがでしょうかはいそれでは、えー、オンラインからの質問が来ております読み上げさせていただきます、えー、静岡新聞、えー、市川様より、えー、ご質問です、えー、今回の東京パラリンピックを契機にさらなるパラスポーツの普及発展が大きな課題となりますが杉浦さんは、えー、ご自身はどのように取り組みアプローチをしていきたいとお考えでしょうか、えー カラスリートとして、また薬剤師として両方の立場からのお考えを教えてくださいということです。いかがでしょうか。はい。なんかあのこういうのがあったらいいなって思っていることはですね、あの一度私あの盲学校のを訪問させていただいたときに、あの目の見えない子たちが初めて自転車にチャレンジするって言ってタンデムに乗っ た時の顔があの本当に嬉しそうでなんかそれ忘れられない感じがしてであの全国の盲学校でそのタンデムとかみんなに乗ってもらってあの将来的にはタンデム甲子園みたいなのができたらすごい面白いだろうなとか思ってそういうのとかをやれたらいいなって何か そうなんかあの,その,タンデムあの盲学校の子どもたちがメダルを「あこれメダル触っていい?」って言って触ってくれてで今回もこれ展示なんですだからあの目の見えない子も触ってこれ金メダルだって分かってもらえるメダルなのでもう本当にちょっと各地回らせていただいて <laughs> みんなに触って自転車 楽しんで風をを切っっっっっててててて走るいいいうのをやってもらいたいなって思ってますそしてあのやはり薬剤師としてはですね前からちょっと思っていたのが日本はあの平均寿命は世界一なんですけれども健康寿命から平均寿命ここの期間がこの介護されて過ごす時間っていうのが割と長くてその時ってやっぱり皆さん大変だったり。 あの苦しかったりすすると思うんですねその時間を短くさせるためにもあの何かそういうあのみんなでスポーツに取り組んで自転車とかにも乗ってそうすることで例えば移動も車じゃなく自転車になればあの二酸化炭素も減るでしょうしなんか健康的にもあの環境的にもいいそういうことが何か 広められたらいいなとは思ってますはいありがとうございました同じ一川記者からもう一問ございます今日本選手団が獲得した金メダル8個のうち6個は静岡県出身の選手が獲得しています静岡県出身の選手が躍動している理由や秘訣などありますでしょうかということですいかがでしょうか でも確かにあの同じ高校の同級生があの自転車選手であの全日本で優勝した時の年齢も結構あの <laughs> 高い時にこう <laughs> あの獲得しているんですがあの小さい時から割と移動が自転車だったりとか。あの <laughs> 山道も結構、山を登ってこう学校行ったりとかそういった環境もすごく良かったのかなとあとはまあ温暖なので真、まあ、冬でも雪が降らなくてずっと外で走れるとかそういったこともなんか恵まれた環境だったのかなと思いいますはい、ありがとうございました。はい それでは、えー、こちらで、質疑応答を終了とさせていただきます。はい。あ、すみません。あ、文、は、句、い、言っていいですか。はい。ただ、宣伝しないといけないんで。はい。し,いします。い。<laughs> あの、そうですね。私、小さい時から。あの。三里行っても。お茶を飲んでなければ、戻ってきて、お茶を飲んで。行きなさいって言われてまして、小さい時から、お茶を毎日、必ず飲んでました。 あの健康のためにもぜひ掛川茶を飲んでいただけると嬉しいです以上ですはいありがとうございました <laughs>、はい、え以上をもちまして質疑応答を終了とさせていただきます